はい、こんにちは、ビッグボーイです。じゃあ今回は、ワールドウォー2フリーフォール、途中参加っぽいけど、やっていきます。使う武器は、歩兵プライムと組み合わせたライフルの初期武器に、4つアタッチメントつけて、やっていきます。つけてるアタッチメントが確か、拡張マガジン、ラピッドファイヤー、4倍スコープ、グリップ。だね？はい。Free for all. あ、まだ始まったばっかりだ。Fire away. Line them up. もちろん、フリフォの立ち回りなんて、わからない。でね、この4倍スコープがね、ふざけてる みたいだけどね、すんげえ使いやすいんだよね。本当に本当に。で、マインでも倒しつつ、なんだ今の。オッケー。武器。オッケー。なんかね、ゴーストの次ぐらいにこの COD ね、足音がね、聞こえる気がするんでね、ちゃんと聞いてこう。で、この武器の欠点ね、リロードが遅くてね、弾の数も少ないんでね、ちゃんと。リロードできるところでリロードしつつ、角間が D1 を増やしてはあるから、頑張っていこう。めっちゃ足音すんだけど。オッケー。Recon flight concluded. オッケー。ちゃんとリロードして、すごいな、ここ挟まれてんな、動けねえな。ビーコン呼んで、こっちか？カモン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 、こっちだ。違う、こっちだわ。移動すっか。オッケー。ボムが溜まってんだけど、こういうのは死亡してから使いたいな。ああ、死んだ。ボムドーン。あ、こういう時は確実に1人倒して、で、戦闘機乗りでしょ。はい、1人。とりあえずは1人。戦闘機乗りね、敵の大まかな位置も分かるからいいよね。OK。ほんと強い、これ。前に設置。OK。37発って妙に切り悪いけど、25発よりはマシだな。おう。前に設置。かかったな。いや、前にほんとね、かかりやすいんだよな。こっちか。歩兵ってほんとすごい足音するな。こんなにしたっけ？ダブルキル。で、多分こっちの方から。あー、ひどいエイム。マイン設置と。かかった。こういう時一回下がる。ああ、そっち。
こ？オッケー、かかるね、マイン。オッケー、体力回復をちゃんと待って、オッケー、貫通だ。あー、そっち来る。あと6人、だいぶペースいいんじゃないか、フリフォにしては。マイン設置。いない、いった足音がね、ダブって聞こえるのかな、これ。ああ、いかにね、山岳の足音しないのが強いのかってわかるね。で、こっちから出てくると、で、マインでも置いといて、あと1人。おお、見てる。ひどい。よし、オッケー。で、反動高めのね、ライフルは全般ね、スコープをつけるといいかもしれないんでね、おすすめします。 STG はアイアンでいいと思うけど。じゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。